おはようございます。おはようございます。はい、今日は、12月の7日ですね。12月7日、水曜日。おはようございます。レイチェルさん、おはようございます。それではですね、もう今日寒いのってやつですね。こういう格好しております。12月7日水曜日。一人のみごりどが、私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。イザヤ9の5。A child has been born for us. We have been given a son.A child has been born for us. We have been given a son. 一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。イザヤ9の5。緑子っていうのは赤子のことですね。つまり赤ちゃんのことですね。一人の赤ちゃんが与えられた。はい、菊池さん、おはようございます。にゃんこさん、るーこさん、おはようございます。おはようございます。一人子、それはですね、赤ちゃんのことですね。今日は曇ってますね。ちょっと空を、若干青空が見えますが、あそこだけ青空、あそこだけ青空が見えますね。あとはちょっとあれですね、曇ってます。はい、やはり空が毎日違うのはイエス様のメッセージを感じます。アメン。そうですね、何か、空の変化、まあ、天気っていうぐらいですから、霊的なことが空に現れているような、そういう感じがします。さて、今日はどっちに行きましょうか。そうですね、はい、そうですね。イエス様の導きのまま歩いてみましょう。そうですね、イエス様の導きのままですね。イエス様の導きのまま、そうですね。はい、それではですね、それでは、イエス様の導きのまま、いきましょう。今月は、クリスマスの月なので、そのクリスマスに関わる御言葉が多いんですね。御言葉が私たちに与えられた。イエス様が赤ちゃんとしてこの世に来た。なぜイエス様が、人間の体を持ってこの地上に来たか。それは十字架にかかるためなんです。皆さん、イエス様がその天からこの地上に来たのは十字架にかかるためなんです。人間の肉体として、人間の罪のためですから、人間の罪を贖うためですから、人間の罪の報酬は死なんです。人間の神様に対する罪の報酬は死です。罰は死なんですね。その身代わりに、イエス様が身代わりに
私たちの身代わりに罰を受けるためには、イエス様ご自身が人間の肉体を持ってこの地上に来なければならないわけです。皆さん、そういうわけで、イエス様が赤ちゃんとしてこの地上に来た、赤ちゃんとしてこの地上に来た、そこにクリスマスの意味があります。私たちはクリスマスの時に、その神様がイエス様を送ってくれた神の子羊、神の子羊として、イエス様を送ってくれた。イエス様は、その旧約の神殿の儀式のように、動物が犠牲になるわけです。神殿では動物を犠牲にします。それはイスラエルの罪の贖いのためなんですけど、実はそれはイエス様を表しています。旧約の多くの人はですね、動物が犠牲にする、動物を生贄するのは残酷だ、動物虐待だと言います。その通りです。動物虐待です。動物の犠牲です。しかしそれはイエス様の十字架を表しているんです。綺麗なお花ですね。旧約の動物の犠牲はイエス様の十字架を表しています。動物が残酷に殺される、動物が残酷に殺される、それはイエス様が残酷に殺されることを表しています。私たちはそのイエス様がなぜ残酷に殺されたのか、イエス様が十字架の上でなぜ残酷に殺されたのか、それは私たちが本来は、私たちがその神様に対する自分の罪の報酬なんだ、罪を犯せば罰を受けるんだ、罪を犯せば罰を受ける、その罰を神様が私たちに負わせない、私たちの罪を許すために、イエス様お一人、イエス様お一人だけにその罪を負わせる、神様の一人子であるイエス様だけに全人類の罪を負わせる、それが十字架なんです。それが十字架なんです。その十字架の上に私たちはイエス・キリストを信じる信仰の上に罪があるんです。ございます。その十字架の上に私たちの罪が許され、私たちが裁きではなくて永遠の命を受ける、そして神の子供になったんです。皆さん、私たちはその、十字架が新しい人生の原点、私たちが罪人から神の子として生きる原点、この世の生き方、罪人の生き方、罪の生き方、
欲に従って生きる生き方をやめるようになった原点。神の子として正しいことをしたいです。久しぶり、この坂は久しぶりですね。こういう空ですね。私たちは確かに十字架によって変わった。人生が変わった。以前は罪の人生。楠山さん、おはようございます。あやちゃさん、おはようございます。今日の空はまるで信仰に目覚める前の僕の心のようです。アメン、アメン。イエス様によってハレルヤですね。イエス様によって心が晴れるや。多くの人の心は曇りのようです。光が当たっていません。多くの人の心は、光のない人生、何かですね、曇っている人生、曇っている心。それが、イエス・キリストを信じたときに、心の中に、光が入ります。霊的な光。誠の人の光。神は光だとあります。皆さん、神様ご自身が光です。御言葉が光です。イエス・キリストを信じたときに、私たちの心の中に光が入るのです。そして御言葉が光です。御言葉が光です。楠山さん、今日は心は晴れるや。アーメン。天気は曇りでも、私たちの中は晴れです。私たちの心の中は晴れです。それは、私たちの心の中にイエス様がおられるからです。イエス様がおられるから、私たちの、心は晴れています。まあ、そういうわけで、皆さん、十字架によって信仰があるんだ。十字架によって、私たちは、光の中に入ることができたんだ。十字架によって、罪が許されたんだ。十字架によって、私たちの心の中に光が入ってきたんだ。十字架によって生まれ変わったんです。イエス・キリストに会って生まれ変わったんです。私たちは別人になったんです。以前は罪人だった。以前は悪魔の奴隷だった。しかし今、私たちはイエス様の弟子です。神の子です。イエス様の弟子です。悪人から善人になりました。悪魔の子から。よん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 。にゃん。悪魔の子から神の子になったんです。
悪魔の子から神の子になったんです。皆さん、それは十字架のおかげなんです。キューちゃん、魂は燃えてますね。アメン。十字架のおかげで、十字架のおかげで、私たちは十字架のおかげで私たちは変わったんです。変わったんです。その十字架にかかるためにイエス様がこの世に来たんです。クリスマスが救い主がこの世地上に来たんだ。クリスマスというのはイエス様が赤子として、サトリアネ P さん、おはようございます。イエス様が十字架にかかるために、十字架にかかるために、イエス様が十字架にかかるために、この世に来てくれた。私たちを救うために、イエス様が来られた。私たちが闇から救われるために、滅びから救われるために、もうどうしようもない絶望から、どうしようもない絶望から救われるために、私たちに希望を与えるために、私たちを永遠のパラダイス、永遠の神の国、永遠の命、私たちを招くために、イエス様が来られた。皆さん、それがクリスマスです。それがクリスマスです。多くの人はそれを知らないのです。多くの人はそれを知らないのです。皆さんは知りました。皆さんは、イエスキリストを信じて、クリスマスの意味を知りました。皆さんは知ったんです。その本当の意味を知りました。葉っぱが落ちてます。はい、登りました。あっちがちょっと明るくなってますね。あっちがちょっと朝日でちょっと明るくなっております。御霊によって霊肉魂すべてが燃やされましょう。アメン。アメン。そういうわけで、私たちは、ボーンアゲンですね。ボーンアゲン。新しく生まれて、神の子として歩んでます。神の子として歩んでます。私たちは、生まれ変わったんです。生まれ変わって、神の子として歩んでるんです。ですから、私は皆さんに、いつも、おすすめします。神の子として歩みましょう。神の子として歩むのです。私たちの言動が神の子にふさわしいか、私たちのしてること、言ってることが神様の御心にかなうのかどうか。あ、これ綺麗ですね。これ何の意味だかわかりませんが、言えなくていいです。
私たちの、あ、ちょっと待ってください。ラインが止まってしまいました。ちょっと。はい。ちょっと電波が弱いのかもしれませんね。ちょっと電波の強い方に行きましょうか。ここ電波が弱いかもしれない。はい。私たちが約束の神の国を受け継ぐのは天国に行った時です。今私たちはイエス様と婚約中と言ったらいいでしょうか。イエス様と結婚を約束した花嫁、私たちは今、イエス様と契約をしました。礼拝の聖餐式はイエス様との契約です。結婚の契約ですね。結婚の契約ですから、婚約した以上はですね、私たちは純潔を保ち、私たちは結婚にふさわしい、婚約にふさわしい花嫁として、婚約にふさわしい生き方をしなければなりません。婚約したのに、なんと言ったらいいでしょうかね。他の偶像に目を向けてはいけません。私たちは、婚約にふさわしいように、花婿を待ち望む花嫁のように、私たちは、花婿を待ち望みます、ね、花婿を待ち望みます。そして私たちはその天国での結婚生活を待ち望んで、私たちはその、一種の花嫁修行ですね。花嫁修行をします。私たちは花嫁修行をします。今日はここがいいでしょうかね。今日のベンチ、ここ。皆さん、今はそういうのはないかもしれませんね。茶道とか、お花とか、料理とか、そういうですね。昔はそういう花嫁修行をしたかもしれません。しかし今私たちは、その、御言葉の花嫁修行です。私たちが神の子として、神の子としての花嫁修行、神の子修行しております。私たちは将来神の国を受け継いで、神の国で王になります。神の子ですからね。私たちは神の子として神の国を受け継ぎます。今はまだ訓練中ですね。神の王子として神の国を受け継ぐんですが、しかし今は信仰で歩んで、信仰を強めるためにまだその目に見える形で、この地上で無職の僕も神の王になれるのですか？もちろんです。もうなっているんです。菊池さんは、ね、神の王子です、ね。神の王子です。私たちは、イエス様が再臨されるとき、
イエス様の再臨は近いんですけども、そのイエス様の再臨の時に、私たちは禁居されて、引き上げられて、天国に行きます。そして私たちは、天国で、まあ、大歓迎されるわけですね。天国で大歓迎されて、王子として、王女として、この大歓迎されるわけです。もう数えきれない天使たちが、私たちを歓迎し、こう言われます。ちょっと待ってくださいね。マタイの25かな。マタイの25の、マタイ25のですね。こう言います。25の24。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。皆さんは、天国に行った時にこう言われるわけですね。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。アメン、アメン。もし私たちが罪の中で生きて、罪の中で生きてですね、私たちが、イエス様を信じないで、イエス様を信じないで、自分中心で生きるならば、こういうふうに言われます。ですね。マタイ25のですね。ごめんなさい、ちょっと待ってください。41かな。41。こういうふうに言われるんですよ。呪われた者ども、私から離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。そう言われちゃうんですよ、皆さん。怖っ。皆さん、そう言われないようにしましょうね。もう一回言いますよ。呪われた者ども、私から離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。永遠の火というのは、まあ、地獄のことですよね。私から離れる、ね。イエス様から離れる。永遠の火に入る。その地獄というのは悪魔とその使いたち。その使いたちっていうのは悪霊のことですね。悪霊です。The devil and his angels ってありますね。The devil and his angels。このエンジェルって天使のことなんですけど、まあ、悪魔のエンジェルは悪霊どもですね。悪魔のエンジェル、悪霊はね、堕落した天使と言われています。堕落した天使ですね。はい、皆さん、そういうわけで呪われた者どもにならないで、祝福された者になりましょう。私の父に祝福された人たち、私の父に祝福された人たち、それは、イエス様によって罪が許され、
十字架によって罪が許された人たち、それが祝福された人たち、それが祝福された人たちです。皆さん、ぜひ、もうイエス様を信じている人たちは信仰をしっかり持って、信仰をしっかり持って歩んでほしいと思います。まだイエス様を信じてない人たちは、その真理を知ってくださって救われてほしいと思いますね。救われてほしい。その罪というもと、罪ということを知ってほしいんです。罪とは何ですか？罪とは神様との断絶です。罪とは何ですか？神様に従わないことです。罪とは何ですか？その神様、神様によって作られたにもかかわらず、神様に敵対し、神様に逆らっていることです。神様に対して傲慢で、神様に対して不従順で、神様に感謝しないこと、神様に感謝しないこと、それが罪です。皆さん、そう思いませんか？王様に逆らう人たちが、王様に、罰せられるのは当たり前じゃないでしょうか。王様に従わないで悪いことしたら罰せられるじゃないですか。日本には王様はいないですけど、日本でも、法律を破れば、逮捕されて刑務所に行きます。